試合場で行われました大阪府篠田選手対愛媛県今越選手の試合は篠田選手が勝ちました。試合場で行われました大阪府北井選手対神奈川県高橋選手の試合は高橋選手が勝ちました。第1試合場引き続き赤香川県三宅選手対白青森県小松選手の試合が行われています。